かれちゃんです。あゆかママです。今日の振り返りのセッションの、テーマはですね、人間関係ですね、まあ、対人関係なんですけれども、まあみんなもあるんじゃないかなと思うんですけれども、あの人嫌いっていう気持ちよりも、あの人に嫌われてる気がするっていう感覚っていうのかな、そういうのを思ったこと、まあ、絶対あると思うんだよね。でその感覚が、まあ、リアルにいじめられてるってこともあったと思うし、まあ、嫌われてるかなっていう感覚がさ、例えばあった時に、まあ、ママもね昔ちょっとこういじめられてるっていうか、なんかこうみんなに無視されたみたいなことがあって、その時にこう怖いなっていうか、あーなんかあの人私のこと嫌ってるなっていうのが、まあね、ママも水のエネルギーなので結構分かっちゃうんですよね。でその時にまだ今みたいにね大人じゃないから、あーこう分かるかな、この感覚、あっていう、こうあ嫌われてるっていう、この今のこの体の感覚分かる、この体、このエネルギー、オーラ、これをプログラミングしちゃうんですよ。私すごい嫌われてんだよねとはならないでしょ。だからあなんかすごい、ああの人なんか閉じてる、受け入れてくれないみたいな、こうキュッてなる感じとか、この感覚を、まあママはね、あのNLP とかいろいろ勉強して、あこの感覚をプログラミングしてるんだっていうのは今はすごくわかるんですけど、体感覚でプログラミングしちゃうんですよ。そうするとね、その人にこう会いに会うっていう機会があった時に、このあこのキュッキュッっていうこの感覚を なんだろう持ったまま会うので、全然オープンじゃないんだよね。開いてないし、もう完全に閉じて、うわーやだー、あーどうしよう、やだやだやだっていう、本当これが多分すごいストレス、まさにストレスなんだけど、それをずっと抱えてるまま行ってね、うまくいくわけないのもう本当にうまくいくわけないのよ。だからあの本当は仲良くしたいんだけどとかね、こういう感覚を持ったままはもう絶対うまくいかないので、私はこの、まあ、朝活でもやってるんだけどね、あの開いてるっていう感覚をもう持って会う以外に解決方法はないと思ってるので、この開いた感覚を持つってどういうふうにしたらいいかっていうと、あのその人との関係性をね、まあこれはワークでよくやるんだけど、第三のポジションといって、その人と自分をやっぱりこの映像に出してバランスを調整するっていうことなんだよね。でね、だいたい私がその昔あのいじめられてるっていうか、こう怖いなと思った人ってね、こうやって目を閉じて自分もその子も映ってる映像をこうやって映し出そうとすると、絶対にその怖い子の方が大きいの。だからプログラムの中で私がこのぐらいだとしたら、その子がこのぐらいになってて、すごく大きくて、なんか叶わないっていう感じとか、なんか大きいこう壁を見てるみたいな感じだったりとかして、で私がこうちっちゃく萎縮してるみたいな映像が出てくるんだよね。その状態だとやっぱり対等にはできないし、仲良くもできないし、だからもう今は今もあるよ。例えば緊張しちゃって、あのすごく自分がこう萎縮してる時とかって、私はこうその目を閉じて映像の中でその自分のとその人を大体ほぼ同じ大きさに修正してからその人に会いに行くとか、上から見たり下から見たりしないようにして会いに行くとかって言って、とにかく調整をします。でもう一つの方法は、なんかすごく仲が良かったはずなのにすれ違っちゃったりとか、あ、まあ、夫婦でもあると思うし恋人でもあると思うし親子でもあると思うんだけど、こう距離が詰まりすぎててうまくいかなくなった時とかは、椅子を目の前に使って、私これ本当に母親とのね関係性でよくやったんだけど、相手をそこに座らせるの。
でこうやってこれ今カメラじゃない、うん、ママが自分で写ってるけど、こうやって相手をそこに座らせてるようなイメージで、あの話しかけるの、あの時さみたいな、こういうことあったじゃんみたいな、であの時私こう思ったんだよねとか、こういうふうに感じちゃってすごいなんか悲しかったんだよねとか悔しかったんだよねとか、なんかあーで今思えばあの時こういうふうに言ってほしかったのかもしれないしとかっていうふうにして声に出してその人に話しかけるのね。私の場合だとそこにお母さんとかをよく座らせてこのワークをやったんだけど、お母さんさみたいな、私がこういうことやろうとするとさできるわけないとかさ、こういつも否定するじゃんとかって言ってこうやって、とにかくお母さんに面と向かって言えない文句をそこでこう言う練習、言う練習っていうか言ったりしてて、でなんかこういうこと言われるとすごい嫌だとか、これすごい傷ついたんだよねとか、なんか前にはね恋人ともやったんだけど、なんかすごい威圧的な恋人がいて、なんかああいう態度を取られるとすごく萎縮して自分らしさが出ないから嫌なんだよねみたいなことをいろいろ言って、とにかくその相手がいるという想定で喋るわけ、声に出してね。で散々言いたいことを言ったら相手の方に今度座るので、こうやって自分をね相手になったつもりで見てみる。そうするとで相手になったつもりで、まあ、こんなのプレイだよ、イメージプレイで相手になったつもりで喋ったりしてみるの。一回お母さんになったつもりで、いやお母さんそういうつもりで言ったんじゃなくてあんたが心配でとかって出てくるのよ勝手に。でなんかお母さんそういうの下手だからごめんねとかポロッと出てくるの本当に。でなんかあなんだそういうことかみたいな感じでリアルに喋ってないんだけど解決したりとか、その恋人の時とかもなんかそんなこと全然思ってないのになんかそんな風に思うのってなんか逆になんでみたいな感じで出てきたりとかして、そうするとあそうだよね、確かに私が勝手になんだろうこうその子はそのままで座ってるだけなのにそれを怖いと思う私がいるってよっぽどなんか気を使ってほしいとか気を配ってほしいと思ってたんだとか、ああなんだ私のエゴだとかって気づいたりするわけ。そうするとなんかあ別に相手は私のことが嫌いなんじゃなくてただ気を使ってないだけなんだとか、普通にリラックスして素の状態でいるだけなんだ、それがなんか機嫌が悪いと思ってしまって受け取ってしまったとか、そうね、母親のほんのちょっとした一言をすごく私が真剣に受け止めすぎてしまったとか、そういうことに気づくの。それでなんだそっか思い過ごしかとか、あそっかそういう意味があったのかとか、あなるほどねとかっていう風にして、全然その本人とは話してないんだけど勝手に自分の中で解決する時があるの。そうするとなんかそのこうキューッとなってる自分とか、そのひねくれてる時とか悲しんでるとか、そういう自分がなんかねこうほどけて溶けていくみたいな感覚。そうすると次にリアルで会う時にこうさっきみたいにああやだなって思わないで、すごい緊張すると思わないで、ああなんかあの人は自分で自然体で私に気遣ってないだけだから、あの人が1ミリも笑顔じゃなくても私には関係ないんだ、別に私は私の機嫌取ってればいいんだよねって思って、やっほーみたいな会えて、でまたその時にその彼がああみたいな、なんかすごいブスッとしてたしも、いやまた機嫌悪いけど自分の問題でしょ、私の問題じゃないしみたいな感じで、なんかそこでえ何怒ってんの、え機嫌悪いの私なんかしたみたいな前の対応と、あーなんかまた機嫌悪いけど関係ないやっていうのは全然違うじゃない、エネルギー体が。なんかそういう風にしてこう自分でね、そういうなんていうのかな、思い込まないっていう練習をたくさんしたなと思います。何が言いたいかっていうと、その自分の思い込みで相手の世界を見ちゃうと、もうその世界観でしか見れなくなっちゃうから、一回なんかそういう相手になってみるとか客観的に見てみるっていう練習をして、それからもう一回見てみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ちょっと時間なくてバタバタだけどありがとう。